あ、じゃ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 あ、どうしようかな。ラッタさん、ラッタさんじゃあ仕切ってもらっていいですか、じゃあ今回。え、あっ、せっかくですし。面白く面白いよ、面白くやばいよ、それ。え、行くぞ、お前ら。え、怖い。すげえ。死ぬ RPG。はい。すげえ。スタート。人狼 RPG、ルール説明。このゲームは、人狼ゲームをマイクラで遊べるように、ルールを改変したゲームです。役職は、村人、人狼、共犯者、吸血鬼があります。村人は、人狼を全滅させたら勝利です。人狼が複数いる場合は、お互いに人狼を認識できます。共犯者は人狼陣営ですが、人狼が誰かわかりません。吸血鬼は村人陣営にも人狼陣営にも属さない第三陣営です。村人か人狼のどちらかが全滅した時に生存していれば単独勝利となります。夜のターンは常に無敵です。人狼 RPG には昼と夜のターンが存在し、ゲーム開始から少し経過すると夜になります。2分ごとに昼と夜が切り替わっていき、決着がつくまで繰り返されます。夜の間は全員がミュートにし、会話禁止となります。また、エリア内にランダムにスケルトンが湧き、スケルトンを倒すとエメラルドを獲得できます。エメラルドはこのゲームにおける通貨です。昼になるとすぐに残ったスケルトンは全て消滅します。ミュートは解除され、会話が可能になります。ショップはエリア内に点在しており、エメラルドで常時購入可能です。売っているアイテムはこのように様々な種類のものがあります。アイテムを集めつつ、相手陣営を暴き、駆逐していきましょう。ルール説明は以上です。看板にね、看板に名前をね。はい、名前をね。忘れずに。俺もちょっと、やっぱカジュアル。安心する。どうしようかな。やっぱカジュアルだよな。海行こうかな。本当に意見を伺っていただいて。カジュロ。ステップ5行こうと。観覧車行こうかな。カジノかな、やっぱ。観覧車来るな。え、到着してる。あ、シャオさんがいた。先客がいた。ラダさん一緒に頑張りましょう。あ、頑張りましょう。陰キャ同士。陰キャ同士頑張りましょう。僕ガチモンなんで。陰キャの近いや、陰キャの近いや。あ、どうもどうもどうも。ジュース。あ、来たか来た。くんにゃー！うわー！おー！なんだよ！めっちゃビビって。シンマお前、シンマお前、東西。東西理論、東西理論だ。ここやぞ、ここやぞ。どっちが東西理論？ここ、ここな、ここな。おー。ほんま縄張りにうるさい奴らばっかりやな、こいつ。あのショッピングのまま平和に行きましょう。あのどっち行ってもいいで、あのしっかりチェグ。おやすみ。おやすみ。はい、今回は村人。さあしっかりとスケルトンを飼っていく。しっかりと。ああ、おいて。なんかスケ最近足速くなったよな、絶対2個かい。とりあえずまあね、今回共犯ということでですね、まあ普通に共犯の目を狙いに行きますかね。あ、今回村人です。はい、なんかあれだね、観覧車脇弱いね、めちゃめちゃ全然いないね、全然いないね、観覧車。シャオさんもいなくなっちゃったし。これ多分カジノに寄ってんのかな、今回。ああ、村は安心するな。人狼やりたくないよ。ということで、まあ。わーっと、なんか多いね。多いが、村人じゃねえや、エメラルドはあまり来ないと。またメラビットかよ。まあまあいいでしょう。初日で付け替え券が出る。マジで熱い。一回ね、いなかったんだよね、さっき。ワンチャン付けいるんじゃね？いないね。早いね、あるね。なんかまあ40秒ぐらいしかやってないけど、もいないんだ。どうしようかな。また俺が死ななきゃ負けないメモで行くか。海は？海ももう、うつ先生に狩られちゃってるね。怖い。うつ先生今回、あんま絡んでないの、これ。お、ラタさん。
海の方は？あーもうなんかどこもいっぱいだな、今日は。あ。え？やっぱカジノだな。ラッターさんの2個ぐらい奪ってるか。めちゃめちゃラッターさんの奪ってるわ。よし。マジで人狼なりてぇな。何してんのあいつ。何を警戒してるの彼は。彼何をしてるの。何どうしたのこれ。初動不審じゃない彼。何あーどうも、海の家です。いらっしゃいませ何これ何これ、誰も気づいてくれない。あ、なんかやってる。ランパーか。怪しげなコードやめてほしいんだよな。うんうんじゃないんだよな。ラタさんギュッてこっち見た。なんでうなずいてる人とさ、首かしげてる人がいいの。怒ってる。うんうんって言ってる。違うって。違うよーって。殴られた。しっかりと夜、しっかりと夜、ありがとうございます。あんな夜を過ごした感あるで、あそこ。あれなんか、二人で同棲してる。あれ、あそこもしかしてもう出来上がっとる。出来上がっとる。お楽しみでしたね、本当に。お楽しみでしたね。あらあらあらおいおいおい、ずれ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 。ずるいずるい言うてんの。近くない近人狼で明日多分死ぬんじゃないかな。あれあざりに来た。あざりに来た。文字通り食われるわけですね。真夏の夜のなんとやら一夜にして2人あるだろ。やっぱ好きなんすね。やっぱ好きなんすね。いや、そうでもないっすよ。自分占いに行った。占いに行ったんか。僕シャークさん見たんですけど、シャークさん村人でした。超うなずくからさ。あー、大丈夫だねっていう。大丈夫だねの方か。大丈夫だねの方か。多分、人狼の方かと思ってた。いた！シャーの誰もなった？占ってないわ。あ、マジか。なしっすか？また不利か。夜中ラッターさんに殴られました。はい、殴りました。すいません。はい、殴りました。認めていく。でも殴り返しました。もう情報なし。真剣なさそうだな。情報ないんちゃうかな。真剣ゼロか。ないよ。仮バイト。大切に占ってみようかな。あ、全然見てもらっていいっすよ。いや、俺がいいっすよ。シャーロン、どこ行くねお前、こら。え、もうだって進展ないですか。進展ないし、仮場ムーブ。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 やっぱカジノなんだよな。結局カジノ。じゃあ、俺やっぱカジノなんだよな。1個しかなかった。いいんか、お前、シャーロン、さっき屋上で8匹倒して1個しかエメラルド出んかったんぜ。俺もお前、観覧車でお前8匹倒して1個しか出んかったぞ、お前。クソザコ俺ら。クソザコ同士屋上で狩るか。フェアな。あ、長野さん、僕の千年の縄張りに侵入しましたね。千年の。まだ入ってないですよ。まだ入ってないですよ。多分まだ入ってないですよ。ここだよ。ここだよ。あ、さよなら。あ、痛い。あ、こっち来た。こっち来たな。コネションさん、こっち来たな。あったられた。くそー。全然ない。スケケン欲しい。やばい、今回全然エメラルド手に入んない。ほいー。溶ける。スケルトンが溶ける。最強だな。お前に行こう。奪えるっしょ、これ。あ、いない。何この音は？どこの音だこれ？
屋上か、屋上だな、屋上だ。遊んでたら死ぬからね、このゲームは。恐ろしいゲームですよ、本当に。なんだお前は。ねえ、やだ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 。くっそ、こんなところに時間を取られてはいけないんだ。バー、はい、OK、 4か。ダメだな、戻りましょう。さあ稼ぐぞ、剣持ってっからな俺は。お、めっちゃ出る、めっちゃ出る、バンバン出る。バカバカバカ、怖い怖い、ああバカ野郎。いえマジの渋い、怖い怖い、やばい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 、あっいるじゃん、外敵だと。絶対に絶対にいるじゃん。いやー、カジノってもっとお金手に入るもんだと思ってた。ステーキ弓は買って終わりかな。さすがに肉ないし言わない買うのは無理だな。でカジノは普通にやられる危険性があるので、早速借り終わったらもうここ抜けて、あいるじゃん。ショップさんが、とりあえず早いとこね、エメラルドを5個集めていきたいわけですよ。ちょっと怖いよ。ビーチ結構あり残しが多いです。あ、やったな、やったな、このハゲ、ハゲ、このハゲ、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 ハゲ。あんま近づかんといてくれ。はい。ねえ、ごめん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 って、ごめん。死ぬから、死ぬから俺。結構7個めっちゃあるじゃん、普通にいいじゃん。占いはちょっとまだやめとこう。戦闘ちょっと見てみて。よし、見た、俺がもらった。よし、一式揃った、早く起こせと。あ、振られた。でーみたいなね。はい。ああ取られた。あで、ああ絶対待ち構えてる。あ、突き割り気があった。待ち構えてる、待ち構えてる。なんかいる、なんかいる。あでうせよ、やかましい。ここでね、スロットにね、買ったアイテムが斧とかだったら斧がポンって出てきて、あみたいになるけど、そういうミスはなかったね。さあブルーアイズホワイトドラゴンになりますか。ほい、ここなら誰にも見られずに使えると。なるほど。ん、待って、小五郎さんとシャオさんか。だよね、だよね。なんであそこいつも絡んでんだろう。あ、ラダさん、ラダさん人狼じゃん。ラダさん人狼だ。ラダさん人狼だ。ラダさん人狼。おはようございます。おはようございます。おはようございます。人狼です。やばいやばいやばい、やった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 、危ねえ、ナイス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 。待って、今ラッタさん持ってかれたよね。あ、持ってかれた、持ってかれた、ポジションが悪かった。真ん中の入り上げてください。真ん中の悲しみだ、これが真ん中の。待って、今出したの誰だ。ということはですよ、もう吸血鬼佐賀さんとアカンやって。そうそうそう、一応占いました、占いました。一応もう一回見ないと。ここ今誰が、いや、斧持ってた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 、ロボルさん、斧持ってた、斧持ってた、それ見た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 、ロボルさん、誰が占った、誰が占った、占った結果、はい、シャオ好きじゃない、シャオさん、白、はいはい、ロボルさん占ったの誰、
誰だっけ。僕です。俺がな、吸血鬼が人狼で、でまあ、マジで、マジで人狼やったから、まあ、あれやろ、まあ、ロボロスさん、いや、ロボロスさん。え、僕を占ってくれたん誰ですか。あ、はい、俺です、俺です。あ、チスチス。ありがとうございます。黄色同士の結託があります。まあね、黄色だからね。そうだよ。あ、でもワンチャンウッチ先生の吸血鬼もなくはないか。別に、まあ、まあ、できるっちゃできるな。できるなら、でも吸血鬼やって占わんともうアイテム拡張していくやろ。確かに、吸血鬼占って目立ちたくないですよね、多分、吸血鬼的には。だからまあ、もしあれやったら僕見てもらっても全然大丈夫ですし、僕がもし白やったらもう、シャークさんの白ももう確実なもんやと思ってもらって。いやもう、シャーク倒したから、倒したから多分確実だと思う。あ、そうする。ロボロさんは、ロボロさんに人狼って言ったん誰でしたっけ。ウッチ先生で、あ、ウッチ先生アカムが投げたの、スタンクレネ。いや、俺が投げた、俺が投げた、俺が投げた。え、ロボロさんを倒したのがシャーク。シャーク。なるほど。まあ、シャークはまあ、まだ知らないグレがいる、全然。まあ、吸血の可能性は。まあ、ウッチ先生が俺、ロボロさん、ジロンって言って、俺にしろって言ってるから、あー、カジノ。あー、始まっていく。始まっていく。じゃあ、おやすみなさい。おやすみ。おやすみなさい。これ、ミュートできたかな。ミュートできてる。できてるね。観覧車で遊んでいきますよ。あ、そやひょう。あひょうつってな。こっちなぁ。お、いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。遊ぼうぜ、俺と。てか、なんか、今回俺全然喋れてない気がする。待って、全然手に入らない。え、こんだけ勝って2、やばすぎ。ここから吸血鬼探しか。これがね、吸血鬼が先に人狼を見つけるか、村人が先に吸血鬼を見つけるかの戦い。おい、ねえねえ、お前来ないで。やだやだやだ、ビップ行く、ビップ行きまーす。どうしよう、結構厳しいのでは。やばい、これ追いかけられんのやだな。 OK OK、 こうしてキルはこうして取っていくのですよ。観覧車じゃねえ、メリーゴーランドは。付け狩り券いいな、こんな楽に借りるんだ。穴場だ。しかもここは。カジノなんて行くもんじゃねえな。完璧です。オッケーオッケーろ。ここはでもそんなに、うめえって感じじゃないな。あいつ。あ、オッケーオッケーオッケー。降りてくる。これで降りてくる。よし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 。いい子だいい子だ。取られたくそ。全部もらうぜ。めっちゃ来たー。もう遅い。いいだろうな、この中に。あ、裏なんか。あ！油断しすぎたな。今一人死んだ。上にいたのは誰だ？キリアン、シャオさん。待って、これで、下に降りて、シャオさんがいたら、あ、ショッピ。危ない、危ない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 、行っちゃダメ、ショッピさんダメ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらに、ツイッターのフォローもよろしく。Twitter には最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。